ケンイチです。2014年堺シティマラソンに出場して無事完走しました。ゼッケンナンバー1234。それ3人ぐらいの人に、うわぁ、キリのええ数字やねえって言われたけども、まあ結果はちょっとだいぶ遅かったです。完走したということで、一応証拠があります。この完走書をいただきました。完走書はこれです。白紙まあとにかく走り終わった後、まあみんなこれをもらえるということで、あとは各自自分で書くということ。名前を書いて、何の部門に出て、で、記録何分何、何時間何分何秒で完走しましたってことを自分で書いて、まあ、飾らない何かしてくださいということです。まあ、なかなかこのね、このパッケージもなかなかいいですよね。裏に、関西大学は、堺シティマラソンを応援しています。ということですね。これがいただいたタオルです。なかなかでもおしゃれ。どんなもんでしょうか。一回使って洗ったんで、ちょっとよれてますけども。比較しちゃなんですけども、これが2013年にもらった大阪マラソンのフィニッシャータオル。で、これが2014年の堺シティマラソンのフィニッシャータオル。大きさ的には変わらんかな。大きさ的には同じぐらいじゃない。そんなにも変わらん大きさ。おー、まあとにかく堺シティマラソンはいい天候でした。今までそうですね、まあマラソン走ってきた中で一番いい天候の中マラソンの日を迎えました。一部始終撮りましたのでご覧ください。どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、はい。タイムが出るようにお願いいたします。はい、お願いします。それではお願いします。皆さん元気ですか？元気ですか？大きくしましょう。しっかりズボンながら大きくします。さあ、雨がだんだん激しくなってまいりました。堺シティマラソンでは想定外です。関西大学人間健康学部灘英世准教授です。どうぞ皆さん大きな拍手でお願いを出したいと思います。それではスタート2分前です。2分前です。選手の皆さん5メートルほど前ですがお進みください。位置について止まってください。さあ、足に触らないように気をつけて気をつけて。さあ、一斉にスタートいたしました。一般男女10キロ。大変悪天候の中のスタートでございます。どうぞ白線や黄色い線、それから溝蓋、マンホールの上等には乗らないように